ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長聞いてくださいよ、はい、あのうかつなところがもう全く治らなくて毎回同じことやるんですけど、うん、聞いてくださいよ、はい、あの便利ですよねアマゾンって何の話しアマゾンって超便利、はい、もう買い物行かなくて済む、うん、でもなんかその試着とかができないのが若干難しいですよね、はいはい、で最近あの帽子を買ったんですよ、はい、まあ、帽子を僕買う基準が、はい、あの超大きいサイズがあるかっていうところなんですけど、うん、で日本製っていつも入れるんですよ、はい、日本ジャパンを愛し、はいはいはい、ジャパンに貢献せねば、うんうん、で入れて日本製だよっていうのがあり、うん、5L まであったんですね、うんうん、64センチだったんですよ、はい、測らないんですけど、うん、まあ、5L、4L、3L ってあって、うん、まあ大きいの買っときゃええだろう、うんうん、でまあ大して測らずに買うんですよ、うん、一番大きいの一番大きいやつを、うんうん、そうすると、まあ、大体なんかもうあやっぱり大きいみたいな、はい、ので、はい、あのまた返す返却届けをして、うんうんうん、お金を払って、うん、で交換みたいなのをやったのが最近あり、うんうん、でまたその娘に、うん、あのボカロをやらせてあげたい、はいはい、ボカロマックって打つじゃないですか、うんうん、そうそう出てくるんですよ、うん、めぐりねルカって子が出てきました、うん、であこの子可愛いからこの子でいいや、うん、でなんか評価見ても、うん、初心者でも簡単って書いてあるし、うんうんうん、でマックってバージョンあるじゃないですか、うん、あります、まあ、Windows もあるんでしょうね、はいはいはい、でバージョンがあって、まあ、俺最新だし OS いつも最新してるし、うんうん、OKOK、うん、買っちゃえ買っちゃえ、うん、で大して調べずに買うんですよ、はい、そうすると、うん、動かないんですよ、うん、でももうそれって返却できないじゃないですか、最新は対応してないってやつおそらく、はい、では2万ぐらい、うんうん、っていうなんて言うんだろう、この毎回欲しいってなると、うん、多分これタイプなんですかね、うん、調べずにねパイパイって買っちゃうんですよ、調べそうですけどね二等兵、大丈夫、そういうの調べます、僕調べますよ、欲しいとなった時に、欲しいってなった時にひたすら調べてます、なるほど、うん、誰だ君はすいません、はい、すいません、というところで、はい、こんな茶番も終わり、はい、自己紹介お願いします。はじめまして、トゥイティです。思い立って急遽遊びに来てしまいました、ご挨拶だけのつもりが、でもう挨拶だけなら言う出ちゃいなよって、取れ高には厳しい男じゃないですか、はいはいはい、挨拶だけでは返さんぞと、うん、君タイプなんだねと、うん、ENFP だねと、うん、やってない OK 出ようと、うん、というところで顔バレしたくないっていうのに、うん、じゃあマスクしろと、はい、っていうところで、うん、M8 をご覧になったのって何がきっかけで、会社で当時エニアグラムがすごい流行ってて、うん、上司が好きで、うん、まあ、社内いろんなタイプの人がいるけど相手のことを理解して、まあ、お互い認め合いましょうっていうそのヒントで、まあ、上司がエニアグラムを紹介してくださって、まあ、それがすごい面白くてそれがきっかけでした。何タイプでしたっけ？タイプ2です。これはもう迷ってません、二等兵さんと違ってお恥ずかしい、お恥ずかしいでタイプ2的なところで僕今自分のちょっと失敗をお話ししましたが、なんか毎回やらかすようなこととかってあります？あ、でもそれは二等兵さんと一緒で、私もこうネットショッピング好きなんですけどあんまり調べません。やっぱ目の前のスキーとかにすぐ飛びついちゃいますね、うん、うかつチームですね。うかつチームと、うん、あのちゃんと調べる人、調べるのが好きなんですよ多分。あ、これがいいのかこれがいいのかってひたすら調べてる。じゃあ、あまり衝動買いとかしない？衝動買いはしますよ。欲しいと思ったら絶対欲しいんで。でもそれちゃんと調べて、調べて、だから調べ出すとどんどん欲しくなります。これは何が違うんですかね？私はそうですね、とりあえずこうやってみようって、ものが目の前に届いてから、まあ、ダメだったら二等兵さんね、返品するっておっしゃってるじゃないですか、うん、返品見ないと分かんないじゃん、やってみないと分かんないじゃん派です。っていうのが多分仕事とか、はいはい、まあ、この暮らしだけじゃなくて、うんうん、仕事とかにも共通してるんでしょうねと、うんうん、このうかついいところもあると思いますよ、はい、もうとりあえずやってしまえ、うんうんうん、やってしまえがうまくいくときはあると思うんですけど、うんうん、まあ、ぴったり来るときもありますからね、はい、っていうこの辺のところを、うん、今日はあのちなみに16タイプの性格とか、はい、あの MBTI 的なやつだとタイプなんでしたっけ？ ENFJ だと思います。ちょっと S も
微妙なところだったんですけど、やや N っていうことで ENFJ でした。というところで、はい、なんかその ENFJ のヒント的なのをね、偉そうにっていう言葉が聞こえてくるんですけども、聞こえてこないですよだって本読むだけですよENFJ どんな人なんでしょうと一人よりも大勢の頭で考えた方が良いという洞察的なコントリビューター、支援的に貢献する人、はい、コミュニケーションを取り協力する人がですね、コミュニケーションで重視すること、温かみ思いやり熱意洞察力励まし、うん、人々が潜在している力に気づき、それを伸ばすのを助けるため、さらなる代替案や可能性を考え出す、うん、ビジョン戦略的計画課題思考性と相手の欲求をつなぎ合わせる、責任感を持ち目標に向かって資源の組織化と調整を行う、目的を果たす手段が正当であるかを確認し従業員の動機やモラルを確保する。これなんか僕前の動画で、はい、なんか ENFJ タイプ2だっていうのが本に書いてあって、うんうんうん、俺 ENFJ じゃねえかってちょっと言ったりしたんですけど、うんはい、全くなんて言うんでしょう、人を励ますとか、うんうん、全然ピンときてないんですけど、うんうん、お仕事からどうですか。そうですね、できてるかどうかはちょっと置いといて、常にここに書かれてあることはずっと意識してます、うんうんうん、なるほど。励ましとか、はい、やっぱ人それぞれ持ち味ってあると思うんですけども、はい、いいとこ出し合って一つのチームとしていい形になるようにって、それをこう後ろからサポートできるような、まあ、チームのリーダーでありたいなっていつも思ってます。お仕事的にも今そんな関係のことをされてる。そうですね、だいたい20名ぐらいのこうチームをまとめるっていうポジションさせてもらってます。自分のなんだ資質的なのはバリバリ活かしている感じ。そうですね、もう自分で言うのもなんですけど、ぴったりだなって。昨日のなんか就活生の方のお話されてましたよね、うんうん、たまたまかもしれないですけど、自分に合う会社に入社できて今まさにそのポジションにいるなと思ってます。あんまり迂闊じゃないねこの人ね僕とは違う、うんうんうん、迂闊な感じはしない、うんうん、これ何でしょうね。そのだいぶ年下ですよ僕の方が社会人経験も豊富にあるんですけど、立派な方ですね。おっしゃることがなんか20人体の体調なんですよ、はい、もう、うんうん僕一人でやってるんですよ、はい、でこの ENFJ 自己表現の仕方とすると、アドバイス、権利の擁護、カウンセリング、指導を通じて人を導く、個性に目を向ける、多様性に価値を置き様々な欲求に応じる、コミュニケーションを取り意思疎通のための関係を築き幅広い範囲の人々とのつながりを作る、自分の価値観や意見を示す、自分の考え方を明確にし同意を得る、理論、抽象的な考え、概念について話し合う、他の人の話し合いに貢献するよう期待する、見たような感じですね、うん、そんな感じ振られてもそんな感じって振られてもそうですね。そうですね、そうだなと思います雑でしたかね今ね振り方がね。なるほど、そんな感じですかとか責めないで、はい、個性に目を向ける、価値観や意見も示す、あまりなんていうんだろう、こうやった方がいいよとかはしない。そうですね、まず話をすごい聞きます。でも結局その仕事を働く理由とかそれぞれあると思うんだけど、組織をもっと良くしていきたいっていう私の意見と一緒じゃんって、その共通点を見つけて、じゃあ仲間だよねって言って、じゃあこっちの方向行こうよっていう、そんな感じで最後は自分の持っていきたい方向に誘導する癖があるなと思ってます。ニヤニヤしてよくできたお方じゃ、うんうん、僕は、うん、多分部下なんか、まあ、下だとしたら、うん、言うこと聞けは出てくるんですよね。その言うこと聞けが、あ、今言うこと聞けとは言いませんよ、はいはいはい、言うこと聞けが聞かないじゃないですか、はい、みんな、あ、っていうか僕が聞かないんですよ、あ、僕は聞かないので、はい、言うこと聞けって言っても意味がないなって思ってるんで、相手のことを尊重しだすみたいなところが僕はあるので、この人どういうこと考えてるんだろうみたいな、なので分かります、考え、そう、やり方、うん、ああ、なるほど、そうそうそう、だからやれっ
とは言わない。僕はなんかもう、うん、そういう時がないのかって今聞きたいんですけど、うん、僕なんかそうやって僕も話は一応聞きますよ、うん、聞くけど、うん、もうごめん手っ取り早いからごめん今日はこれでやってくれないかなみたいなのは出てくる時があるなと思うんですね。あ、まあ、そういうのはない、うん、それはありますよ。それはそうですね、まあ、まず絶対ルール的にやっちゃいけないこととかは、うん、ダメなもんはダメって言いますけど、基本スタンスとしてはあなたも働きやすくなるようにで全体良しにもなるように。だからこの目の前のこの仕事とかで言えばもうちょっと議論してる時間もないんでちょっととりあえず悪いけどこれやってみたいなのはあるんですけど、もっと大きな視点、もっと働きやすくするみたいな感じだとどういう風にしたいのみたいな、こまごまとしたところも、まあ、でも全体良しだよね、私たち同じあの意見の持ち主だよねって言うとちょっとこれやってっていうことはあります。多分これやっぱ N なんでしょうね、うん、もうなんかもう今違うんやと思って。そうっていうのは僕は、うん、早かったらもう OK 言うこと聞く、うん、もう言って言って、うん、やった方が早いからさっていうのは多分自分がそうだからですよね。そうなので、うん、聞く余裕があるときは聞けるんですけど、うんうん、もう分かった分かったはい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 っていう時もあるよねと思って、うん、そこまでなんかその長期的に働きやすくなるとか、うん、っていうのを見てないなっていう、うん、うかつじゃなかったですこの人は。うん、はい、うかつじゃない感じはします。ですよね、ちょっと僕と一緒とか言いながら全然違いますよね、うん、しっかりした人でした。はい、はい。